こんにちは。いつも YouTube をご覧いただき誠にありがとうございます。バーのハードルを低く、カクテルをもっと身近に感じていただくため YouTube 頑張ります。バーのある人生、どうぞお楽しみください。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄にも添付しています。合わせてご覧ください。さて、今日はスコットランドから新しい蒸留所のウイスキーをご紹介します。こちらアイル・オブ・ラッセイ、ラッセイ島という島で作られています。スコットランドのエブリデイズ諸島、スカイ島、タリスカというウイスキーを作っているスカイ島のすぐ隣のラッセイ島という島です。スカイ島には一度行きましたが、2回行きました。とても風光明媚で素晴らしい観光地のとても美しい島です。ラッセイ島も同じように、観光の島としていましたが、そこに新しい蒸留所ができました。特徴といたしましては、まず仕込み水です。お酒を作るときに大事な要素の一つ、これはお水。この島にあるダンカン山というところを、火山からの火山の岩を通って、さらにジュラ紀にができている砂山砂岩を通っているので、ろ過されている感じで、とってもミネラル分の豊富なお水で仕込まれています。そして驚くべきは、なんと3年という短い熟成期間。普通ウイスキー、スコッチウイスキーとかジャパニーズウイスキーで3年っていうと、小学校低学年ぐらいでしょうか。まだまだ、子供なのはずなんですが、このラッセイ、アイロブラッセイ、しっかりと、完成度熟成されています。使われている、樽は、ライウイスキーの樽、それからボルドーワインの樽、それからチンカピンオーク、チンカピンオークというのはホワイトオークの一つですが、アメリカの東部から中部にかけて、生育しているオークの木です。その3つの樽とノンピート、ピートタイプを、作り分け、それぞれに熟成、樽に入れて熟成しますので、6タイプのウイスキーができるわけです。さあ、ちょっとこちらいただいてみたいと思います。色は淡い系の、麦色です。とても、麦の香りがします。そして、甘くて優しそうな香りがします。そしてフルーティーでもあります。熟成期間が短いと思えない、しっかりとしたもう出来上がり感があります。アルコール度数が 46.4%、 ちょっと高めなんですけど、しかも若いのにそれを感じさせない。美味しいウイスキーですね。お値段もとても優しいです。近くで出会ったらぜひどうぞ召し上がってみてください。